こうやって寄り道してたらいつまでも目的にたどり着かんからな。そうだね。あれそうじゃん、さっき言ってた店は。ああ、これじゃない、これほら、これだ、これここよ。ここに来たかったの。あーすごいじゃん、写真撮ろうとこ。違う、間違った、こっちで写真撮ここですよ。じゃあさっき言ってたヨーヨーカードを、ヨーヨーカード、これほら見て、キーホルダー型なの、これほら、やばい、かわいいでしょ。ほら、やばい、かわいいでしょ。そう、普通のカードのやつよりこのキーホルダーの方がかわいいかなと思ってここに来たわけですね。なるほど、そう。え、これどれでもいいんですか。これどれでもいい。かわいいな、パスケースとかも。いろんなグッズ売ってんね。すごいじゃん。エキスキューズミー、ヨーヨーカードか、カード、あ、こっちにあるわ。カード型は種類が選べる。これもいけない。そうそう、こっちも一緒のもの、同じキーホルダー、あ、そう、同じものだけど、こっちはキーホルダー型で、こっちはカード型みたいな。こういった種類が結構すごい、いろいろ種類がある。え、悩む、写真でも怖いけど、選び、選びよし。どうしよっかな。このわけわかんねえ、これめっちゃ可愛いんだよな。このわし、この布の可愛いんだよな。これ欲しい、うん、いいんじゃん。私これにしようかな、可愛くない。私コニーにしよう。可愛いじゃん、せっかく台湾にしてるね。シュガーフリー、タピオカ飲んでるからタピオカにしよっかな、うん、じゃあこれで、これ、はい、はい、はい、ヨーヨーカードをゲットしましたね。タピオカさん、ヨーヨーカードだよね。そうそう、ちゃんと国でこのマークがついてないよ。うん、先輩で口伸びたら面白いことないな。ないよ、面白くないんだな。面白くないんだな。これにチャージして、で、まあ移動するっていう感じですね。ジャボガールの高井です。なんかすごい、こっちもさ、こう撮ってさ、向こうもこう撮ってるかしら、こうなってる。充電できるんだ、すげえ。あ、コンセントそんな場所にあるんだ、簡単に充電ができる、ね、なんか近未来って感じ、なんかもっとごちゃごちゃしてると思ったら、電線がまず地下に埋まってるなんて、うん、すごいな。まっすぐじゃないですか。これさ、タイムサイマークありますか。
まだ4日ありますし。確かに。まだ長かった。まだまだ序盤ですから。まだ長かった。初日の1時です。あ、まだ1時なんですね。まだ1時です。いやこれから小籠包食べて食べて、あと夜市も行って。え、もう良くない。ほら、あなた麦さんよ。麦ファンの皆さん失礼しました。こんにちは。すいませんね。あそこはね、もうほら映るし放棄だから。撮るなら撮ってくれって感じですよ。そうそうなんだ。それであの面白い話撮ってないのって言われてもね。あなた、さっきちょうどあの店員さんとか台湾人の5割はイケメン要素が入ってるっていう話をしてて、ちょうど撮ってなくて、あの店員さん今4人いる店員さん何割イケメンっていう話をしてて、もう必死に GoPro のバッテリー変えてたわ。止まってるわ言うて必死に変えてたわ。ちょうど、何何どういうことなの？ちょっと待って、私撮りたい。多分学校で悪いことして反省させられてる図です。私撮りたい。学校ってインスタ映えかどうかはちょっとわからん。いやもういたずらしてる。なんで同じ顔すんの？でこれ浅川に送りつけよう。面白い。これなんか浅川っぽくないですか？確かにな、貧乳やしな。頭でっかちの貧乳、おやめとれ。おい、やめとけよ。待てよ。え、頭でっかちの貧乳言った？いやいや、浅川の話です。ね、過剰反応すぎでしょ。手に鉛筆持ってんだよね。いや、多分ね、先生にあそこで反省しときなさいって言われて、仮面をかぶせられてめちゃくちゃ泣いてるんだと思うんだよね。ふぅーっつって、ふぅーっつって。面白いこれ。先生許してっつって泣いてる。涙がこれこちらとなります。麦もどうした？先生に怒られたの？私半分先の前に言うのにタピオカ飲むような。ではチャージです。 Yes。 はい、チャージをするマシンは多分あれ、はい。でじゃあここからですね、ポップアップ。はい、ではチャージの仕方をやります。はい、まずすまし顔で日本語をします。はい、で IC カードチャージをします。で先ほど買ったおやつをこれを置きます。すまし顔で日本語を押します。あ、お金渡します。200ぐらい入れるか。200ぐらい入れてみましょうか。これが多いんか少ないか分からんけど、200入れます。100でも足りそうですけど。うん、まあ今日いろいろでも4日間とか行くんだったら、そう。あと買い物できるでしょ。買い物できる。うん。だからスイカと同じだから。なのでこれで、はい、行けます。次で。チャージが完了しました。はい。でこれが今入ったから。わあ、すごいですね。じゃあお金をみんなやってください。郵便が終わりましたら次へを押してください。何食わぬ顔で日本語を押そうと思ったらもう置いたら変わったからいいんだよね。あ、出てきました。よし、じゃあ行きます。はい、あ、この後です。
ますが、飲み物を飲めません、はい、持ち込みは大丈夫、持ち込みは大丈夫、飲めません、すっかり飲まないよ、まさかの時計につけるっていう新たなことをやってます。私はカバンにつけてきた。あ、これいいね。そうなんですよ。あ、それめっちゃいいよね。これかわいい。ラッキーしかも、うん、え、かわいい、それそれにする。もう一つ、もう一つ、よし、入れとこ。今どうだっけ、これ寒くて、マジでそこまで、そこまで、そこまでです。まじで行くで。アクセサリーになっちゃうのか。確かにもったいないね。日本でも使いたい。確かに、なんか世界共通のスイカみたいなやつ、ね、作ったらいい。いいのにね。早速事件だと思った。いい人でよかったね。